はい、どうも、ということで、本日もあつ森をやっていきたいと思います。で、今日なんだけど、久しぶりに魚関連の動画を、撮っていきたいと思いますね。まあ、魚関連の動画っていうことで、いやー、いつぐらいだろうね、最後に投稿したの。魚関連か。懐かしいね。確か、去年の、なんか4月ぐらいにね、なんか魚の効率的な釣り方だったりとか、まあ、魚の一覧だったりとか、なんかそういった系の動画をね、投稿してた記憶があるんだけど、もう忘れちゃったわ。結構昔やな。まあ、そういったところでね、まあ、約1年ぶりに投稿していきたいと思っているんですが、ちょっとね、今雑草処理してます。申し訳ないですね。タイムトラベルをね、繰り返しすぎて雑草がね、この通り、もうめちゃくちゃ生えてるわけよ。まあ、透過素材を貼れって話だと思うんだけど、ただね、透過素材を貼ってしまうと、一つね、デメリットがあるんだよね。まあ、どういったデメリットかというと、足音が聞こえなくなるんですよ。そこの部分だけ。そこがね、個人的に嫌だなと思って、まあ、透過素材はできるだけね、貼らないようにしてるんですよね。まあ、どうしても貼らないといけないところだけ貼ってるんですけど、まあいいや、そういった話はさておき、今日はね、まあ、魚関連の動画ということで、まあ、話していきたいわけなんですけども、今日はね、その中でも、めちゃくちゃレアな魚、かつね、あつ森で一番釣りにくいと言われている、伊藤にまつわる話をしていきたいと思います。伊藤ですよ、伊藤。皆さん釣りましたか？どうですか、伊藤。そして、伊藤の出現場所なんですけど、基本的にはここの崖の上に出現することになりますね。そうなんだよね。崖の上になぜか出現するというね。まあそういった珍しい魚になっていますと。まあ大イワナとかも同様ですよね。まあそういったところで、まあ伊藤にまつわる話なんですけど、こちらの伊藤なんですけど、なんとですね、来月で出現しなくなってしまいます。いやー、悲しいね。そう、来月で出現しなくなってしまうので、まあ、厳密には3月31日かな。なので、まだ釣ってないぜっていう方はね、ぜひね、今のうちに釣っておきましょう。で、伊東の生息時期と、あとは出現場所っていうところなんですけど、まあ、北半球を例に話をさせていただきたいわけなんですけども、まあ、12月から3月まで出現しますと。なのでね、まあ、実は12月から出現してたんですよね、伊東って。で、出現時間なんだけど、まあ、夜の12時から、まあ、朝の9時まで。そして、7時間時間を置いて、まあ、16時から24時までということで、なぜかよくわからないけど、昼は出現しない珍しい魚になってますね。そうなんだよ。なんか朝一と夕方から夜にかけては、まあ、出現するんだけど、なぜか、真っ昼間出現しないというね。まあ、そういったお魚になりますと。で、まあ、出現場所なんだけど、まあ、さっきも言った通りに崖の上。で、買い取る価格がね、まあ、レアな魚ということで、めちゃくちゃ高いんだよ。1万5千ベル。で、ジャスティンの買い取り価格としましては、その 1.5 倍になるから、まあ、2万2500ベルということで、まあ、伊藤を釣り上げてね、売る人ってなかなかいないと思うんだけど、まあ、これぐらいの値段になってますと。はい。まあ、そんな感じかな。釣り逃し注意っていうことで、ぜひね、3月31日までに釣り上げていきましょう。そして、この伊藤を釣り上げる最高率のやり方なんだけど、まあ、他のね、魚と同様ですね。まあ、特にひねった内容ではないんですけど、まあ、魚の巻き餌を使いましょうと。まあ、とりあえずそんな感じかな。まあ、魚の巻き餌が逆にないと相当ね、まあ、釣りにくい魚だと思うんで。まあ、おそらくね、この集まれ動物森で一番出にくい魚ってこの伊藤だと思うので、魚の巻き餌を使わずにどれぐらい時間がかかるのかっていうところはわからないんですけど、ただ相当時間かかるよね。そもそもね、魚の巻き餌を使ったとしても、結構時間かかっちゃうからさ、それこそね、運が悪い人だと、2時間魚の巻き餌を巻きまくっても、釣れない人もいるんじゃないかな。まあ、それはさすがにないか。1時間やれば釣れるのかな？どうなんだろう。まあ、とりあえずね、それぐらいの入手難易度になってますと。で、魚影の大きさは一番でかいサイズ。特大サイズになりますね。まあ、とりあえずそんな感じかな。いやー、伊藤か。去年の3月に釣り上げたかな。3月31日までに、ね、頑張ったわ。あつ森が発売したのは3月20日だったから、去年はね。だからなかなか鬼畜なスケジュールだったな。まあ、3月20日に発売して、3月31日までに伊藤釣れみたいな。結構大変でしたね。しかもまだ序盤だったから、魚の巻き餌も全然なかったからさ、本当に大変だった。いや、懐かしいな。去年の今頃が。はい。ってことで、そんな感じでございます。で、次にね、まあ、余談になっちゃうんだけど、まあ、伊藤の生態としましては、こちらの伊藤、なんとね、まあ、鮭科の伊藤属に分類されますと。だからま、簡単な話、鮭の親戚みたいな感じですね。まあ、進化の過程で分かれてしまった。まあ、そういった一族になりますと、伊藤族か。まあ、これに関しては結構有名な話だから、まあ、知ってる人は知ってるんじゃないかなと思っていますが、どうでしょうかと。で、こちらの伊藤なんだけど、
まあ見てもらったらわかると思うんですが、日本最大級の淡水魚っていうことで、体長はね1メートルから大きいものでは 1.5 メートルに達すると、そういったことがね今言われてますね。淡水魚で1メートルから 1.5 メートルってめちゃくちゃでかいよね。鯉でどれぐらいの大きさだっけ。鯉もね相当でかいと思うんだけど、1メートルの鯉ってなかなかいないよね。まあでかくても80センチとか、まあそれぐらいじゃないかな。まあ超でかかったら1メートル超えるものもいるかもしれないけど、だいたい50センチから80センチってイメージがありますね。だからまあ鯉とかの約2倍ぐらいのでかさってことか。そしてこの伊東なんだけど、記録上の最大の個体では1937年、まあちょうどね、まあ中国とのまあ戦争が始まった時期なのかな、1937年で、まあ日中戦争ということで、こちらね北海道の十勝川でおよそ 2.1 メートルを確認ということで、まあ2メートル台の伊東も存在したっていうことですね。いやかなりでかいよな、2メートルってやばくない？2メートル相当でけえぞ。まあそういった個体も存在するっていうことですよね。だからまあ2メートルの個体が存在する川だから、相当川もでかくないとまあ存在ができないよね。2メートルって相当やべえぞ。小さい川だったらまず住むことができませんからね。まあそんな感じか。でこのね伊東の特徴としましては、体長1メートルに育つまで10年程度の時間が必要ということで、めちゃくちゃ時間かかるよね。やばくないか、10年よ。まあ小学1年生がまあ高1になるぐらいまでか。そう考えると相当えぐいよな。でこちらのサケ科の魚としては長寿である反面、まあ成長速度が非常に遅いという特性があると、まあこういったことがねまあ一般的に言われているわけなんですよね。まあそういった背景から、まあ現実世界でも伊東の希少性が極めて高いということで、なので実際に見れる方法としては、まあ水族館とかに行かないとなかなか見ることができないんじゃないかな。まあ野生の伊東って本当にね、希少みたいなんで、マジでなかなかいないらしいです。下手したら、あつ森での出現率より低いんじゃないかな。マジでなかなかいないらしいからね。そもそも伊東って、まあ出現場所が結構限られるっていうことで、やっぱり北の方に行かないと見ることができないのかな。まあ、例えば北海道で出てくるっていうね、まあ、話が先ほどあったと思うんですけど、北海道であったりとか東北であったりとか、そこら辺じゃないかな。まあ、逆に言うと、まあ、関西であったりとか、あとは西日本方面かな。そちらの方では出現することってなかなかないんじゃないか。まあ、伊東っていうのは寒い時期に活発に動く魚になるんだけど、暑いところではね、なかなか暮らすことができない魚になってるんですよね。結構珍しいよね。魚って割とさ、なんか寒さに弱いってイメージがあるんだけど、逆に寒さに強い魚なんですよね、伊東っていうのは。なんかワカサギとかと同じような感じなんかな。おはよう、朝から気合入ってんな。おう、ちゃちゃまる。お前は伊東を釣り上げることができたか、どうなんだ。まあ、この伊東なんだけど、あつ森が発売したのは3月20日っていうことで、後から購入して、かつね、リアルタイムでやってる方って、まだ釣り上げてない人結構いると思うんですよね。伊東まだ釣り上げてないよっていう方、どれぐらいいらっしゃいますかね。もしいらっしゃいましたら、ぜひね、一言コメントしていただければありがたいんですけど、まだ伊東釣れてませんみたいな、まあ逆に伊東釣りましたというコメントも嬉しいんですけどね、どうなんだろう。伊東か。まあ発売日当初からやってる人であれば、まあ結構ね、釣ってる人多いと思うけど、まあ途中からね、買った人は、まあ釣ってない人結構多いんじゃないかなと思ってます。まあいいや、まあそんなお話になりますね。伊東か。いやー、伊東もね、もうすぐ終わりの時期か。なんか感慨深いよね、そう思うと。伊東が釣れなくなると、いよいよね、なんか春って感じがしますから。そうなんだよ、もうすぐ春ですよ、春。4月1日になれば、ね、この島も、桜が舞い散りますからね。早いよな。季節の移り変わりって。いや、4月が待ち遠しいですね。早く4月にならないかな。けどさ、やっぱり冬と春だと、春の方がどう考えても過ごしやすいよね。さあ、早く春になってくれ。もうすぐカンニバルだね。ラテンダンス好きの血が騒いで、今にもパッションが溢れんそう。金くれ、どういうことやね。ラテンダンス好き。てか、カーニバルってラテンダンスなんだ。知らなかったわ。そもそもラテンダンス自体がどういったものかあまり知らないんだけどさ。ラテンダンスね。てか、カーニバルの由来ってさ、確かリオのカーニバルじゃなかったっけ？リオのカーニバル。まあ、リオのカーニバルに関しても有名だと思うんですが、僕はね、あまり知らないんですよ、リオのカーニバル。名前だけは知ってるみたいな。確かね、リオのカーニバルをモチーフにした映画、昔やってなかったっけ？なんかやってましたよね。リオのカーニバルみたいな感じで。ね。カーニバルか。
あともう少しでカーニバルですよ。ちなみに動画撮ってるのが2月7日の日曜日になります。なので、まあ、ちょうど1週間ちょいでカーニバルなわけですね。いやー楽しみやな、カーニバル。今年度最後の特大イベントですよ。今いいとこなの。まあ一貫どうしたの、シャボー。ってことで忙しそうだね、と。まあ喋りかけていきましょう。えへん、何を隠そう、あたいは。今、爪木ウォールクロックを作ってたとこなの。爪木ウォールクロック。なるほどね。昨日の夜読んでた漫画からアイデアをピゴーンと受信してね、それを具現化してる最中ってとこ。そうなんだ。シャボーも爪木ウォールクロックの作り方知ってるんだ。いや、知ってるよ。ごめんね。もちろん知ってるわ。先越されちゃったのはちょっぴり悔しいけど、さすがシャボーだね。あ、それじゃあ、このレシピをみんなに広めちゃおうよ。あたいらの力でさ。おー、積み木ウォールクロックか。謎の宗教みたいだな。積み木ウォールクロックか。まあ、なかなかね、部屋作りで活用することは少ない家具だと思うけどね。積み木ウォールクロックか。ねえ。まあ、なかなか部屋に飾ってる人もいませんからね。そして、未だに、ブーケちゃんは、俺が開けた鈴木と、あとはナマズを飾ってくれてるっていう、優しい一面も持ち合わせております。まだね、鈴木とナマズを飾ってくれてるんだよね。まあ、開けた本人からしてみるとめっちゃ嬉しいけどね。そして、見てください、このチョコレート。このチョコレートもね、俺わざわざブーケにプレゼントしてあげたからさ。おー、こういった形で、部屋に飾ってくれているのか。てかさ、今作のチョコレートめちゃくちゃでかくないか。めちゃくちゃでかいよね。バレンタインのチョコレート。確かね、こちらのチョコレートなんだけど、これいつからゲットすることできたっけ？確か2月1日からゲットすることできましたよね。確か期間限定だったと思いますね。このバレンタインチョコ。ね。バレンタインか。そうなんだよね。あと1週間もすればバレンタインですよ。ね、今年もね、この時期がやってきました。バレンタインデー楽しみですね。なんかバレンタインデーと聞いたらホワイトチョコが食べたくなってきたな。俺さ、ホワイトチョコめちゃくちゃ好きなんだよね。ホワイトチョコ。まあ人によってはミルクチョコレートが好きであったりとか、抹茶チョコレートが好きであったりとか、まあ様々な好みがあると思うんですけど、俺はね、一番好きなのは、ホワイトチョコかな。まあ時点でイチゴチョコレートみたいな。なんだろう、ミルクチョコレートもね、もちろん好きなんだけど、俺あんまりね、そういう普通のミルクチョコレートって好きじゃないんだよね。どちらかというとね、まあ甘党ということで、特に甘いね、ホワイトチョコレートが好きなんですよ。いや、ホワイトチョコレートってさ、なんであんなに美味しいんだろう。マジでうまいよね。やべえ。ちょっとさ、この動画撮り終わったら、ホワイトチョコレート買いに行こっと。食べたくなってきたな。やっぱりね、森永のホワイトチョコレートですよね。ホワイトチョコレートといえば。まあ、様々なね、メーカーが出してるわけなんだけど、やっぱり森永が一番美味しいと思うわ。そしてどうした？まさか島に来てこんなに仲良くなれる友達ができるなんて思ってなかったわ。人生何があるかわからないものね。金くれ。確かに。そういえば明日はフリルさんの誕生日ね。あなた、プレゼンターもう用意した？私は準備万端と思いたいけど、プレゼントを気に入ってくれるかは渡してみないとわからないものね。金くれ。まあ確かに。だけど、プレゼントを、ま、気に入るかどうかっていうのも、ま、すごく大事だと思うけど、俺はね、やっぱりプレゼントといえば、気持ちが大事だと思うわけよ。だからま、あげるだけあげたらいいんじゃないかな。うん。ま、あげるだけあげたらいいと思いますけどね。ま、気に入らなかったら気に入らなかったで、ま、仕方ないと思うし、ま、とりあえずあげといたらいいと思うよ。ま、明らかに変なものはね、あげるの良くないと思うけど、ま、気持ちがこもってたらいいと思いますね。お！タンタンちゃんじゃねえか。たぬき商店にいるね。そちらの商品はカーニバルなフラッグでございます。お値段は1300ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？安くね？ちょっと待って、なんでさ、カーニバルなフラッグだけこんな安いの？他のカーニバル家具って大体ね、4000ベルから6000ベルじゃん。まあ5000ベルを推移してるわけなんだけど、なぜかフラッグだけめっちゃ安いな。1300ベルって。安すぎだろう。かわいそうやな、フラッグ。レトロなステレオって人気アイテムだよね。売り切れる前に買っちゃおうかな。うん、なんかね、住民たちよくたぬき商店に来て、売り切れる前に買っちゃおうかなって言ってるんだけど、実際に買ってるところ、俺さ、一度も見たことないんだけど、大丈夫か、タンタンちゃん。お前、俺に買ってほしいんだろう。これ何本ぐらいなんだろうね、な。多分7000ベルぐらいじゃないか？俺の予想7000ベル。違うかな？うわ！ 6000 ベルか！いや、意外にね、家具の値段を当てるのって難しいよね。6000ベルだと。マジかよ。まあ買わないんだけどね。申し訳ないな、タンタンちゃん。はい、ということで今日の動画このあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、
ぜひね、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画と生放送を見ていただければ幸いです。あとはですね、最近ポケモリの動画も投稿を始めたので、もしよければポケモリの動画もぜひぜひ、再生リストから見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。